ゆめかです。レイラです。ピコです。ナギアです。ピナです。ピンク。なんで D B 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は TikTok ランダムプレイダンスです。イエーイ。そういうのいい。なんでね、なんかめっちゃ最近ドッキリ系多くない？今日は学力テストをします。イエーイ。小学生レベルの問題で、国語、数学、社会、そんなにめっちゃ難しいわけではないはず。算数とか 1+1 しかできないから。ではやりましょう。せーの、どうぞ。はい、じゃあ最初国語、制限時間は5分。はい、いきます。よーい、スタート。これ喋ってもいいんですか？うん。BGM 付きなんだけど。何？誰？あなた誰？え、誰ですか？あなた。え、待って待って、お国の方じゃないか。え、待って、ちょっと待って待って待って、まとこれ教科書違くないですか？ですよね、だって私知らないですもん、やってない。やってるよ。やってないんですよ。待って、これ覚えてない。習ったか習ってないかなんか覚えてないんで、できるかできないかなんだよ。頭の辞書に入ってるか入ってないって。そうだ。何書いてるか。何その顔やばい。残り1分。筋骨は適当に書いていきます。残り30秒。なんか書いておきたい、3、2、1。わかんない、法律の方書いた、適当に。次が地理歴史テスト。漢字書かなきゃいけないんですか？分かんなかったらひらがなで、でも漢字の方が点数が高くなるかもしれない。何それ。じゃあ行きます。よーい、スタート。なんだっけこれ、知ってるよ私。何これ、何これ、何だっけ。え、マジでわかんない、マジでわかんない、マジでわかんない。え、どっちだろう、これ、どっちだと思う。残り1分。建物？ 3、2、1、終わり。じゃあ、次、数学。8分で。はい。記憶が新しいのに2人。じゃあ次、地理歴史。
70点。70点の姫が。おあ、素質があった。次2位が100点中55点のエコ。おー、なんでそれより私低い。え、めっちゃ上手なのに。てたのに。次3位が100点中50点のユナ。おお、なんだっけ、前回一緒だよ。次4位が30点のアリア。おー、めっちゃじゃん。メイラが20点。次は頑張ろうね、レイラちゃん。自信ある人を決めか。数学の1位がなんと100点がヒメカ、アリア、エコ、ユナ。え、アリア、え、待って待って、え、ちょっと取れるよ。あれ、レイラが90点。わあ、すごい。みんな数学得意だ。じゃあ、地理歴史の新回答をちょっと言おうかな。まず、アリア。アリアが、あの、ま、丸のさ、そうそう、建物。あれ、アリアの回答が、丸ビル。え、本当にあるんだよ、丸ビルっていう。いいか、ま、アリアに丸い建物って言ったら、あれしかないじゃんって言われて、よく。丸ビルの前。丸ビルって。キメカは、ドームって書いてある。ユナは、アニメイト。そんな記号ありませんね。エコがミニモノ？そんな気分はないよ。人に私上に市役所って書いてた。うんうんうん。二重になってて、その一個下だからミニで建物のモノを使う。で次の賃貸が、ああ、見たことない。あれ本当は税務所。なんでお金の形しないの？税務所の。でエコがそれソロマン。あー、すごい。それは分かったんです。ソロバンっぽいね、めちゃめちゃ。アリアが高速道路。めちゃめちゃ眺めだから、うわーって。ユナがミカサ。分かんなくなっちゃって、星の名前いっぱい書いてた。あと、アリアだけ間違えてるのがあって、左上がペリーって書いてるんだけど、アリアだけザビエル。あ、どう見てもザビエル。終わりです。お疲れ様でした。どうでした？ちょっと勉強中だね。弱いことが分かります。勉強苦手だったんだ。ちゃんと勉強してた。小学校は頭が良い方でした。中学校入ってから小学校で小学校の問題。勉強は勉強でした。マリア、数学どうした？ね、頭良くなったかも。エコちゃんはいつも頭いいから、なんかしれっと頭いいね。知れろっていうか、ちゃんと自慢してくれから。姫香ちゃんまでよ、なんかすごい勉強しなくてバカチーンって感じかと思ったら、ちゃんと頭いいちゃんと頭いいよっていう。でも教科によるけどね、すごい教科による。難しいね。なんか良くも悪くもって感じですね。うん、みんな勉強頑張ります。本業なんでね、勉強は。もし、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。